どうもどうもこんにちは。風呂入ってきました。風呂に入ってきました。どうもおはようございます皆さん。ケンタッキーがワンピース無料らしいけど行ってないな、昨日。今日もらしいけど、めんどくさいよね、ピッチャあ、ケンタッキーのアプリを入れてんじゃん。本当だ。9月9日はカーネルデー。オリジナルチキンワンピース無料お試し券だって。1回のみ有効ってことは9月6日から9月9日まで3日間の間にこれ1回っぽいね。なんか毎日とか言ってた人いたけど、この感じ違うな。6日から9日までの間に1回だけ多分これ使えるって感じでしょ、これ。なるほどね。他にも結構安くなるね、随分。こんにちは。オリジナルチキン無料か。ワンピースいて。どうしよう、もらいに行った方がいいかな。てか、ケンタッキー行ったばっかじゃんっていう。ナイスをした、どうも。行ったばっかじゃねえかな。ケンタッキーし。こんにちは。行くかな。ミスドは、違うところに、まあ、こっちの方行けば、熊谷の方行けば、両方あるけど、ケンタッキーもミスドも。もう太っちゃうよね。太っちゃうと思うよ。ナイス、増えないな。ケンタッキーでオリジナルチキンのワンピース無料をもらいに行こうか迷ってます。どうしよっか。どうすっか、ケンタッキー行くか。ケンタッキー行くか。ワンピース無料なんで、もらいに。完全こじきだよな。オリジナルチキン1個タダでくれるからもらいに行くとか、もう完全なこじき体質だよね。どうしようかな。
まあ行ったら行ったらさすがに他のも買うけどさ、なんかそれだけもらうの悪いから。でもガチでね、それだけもらうこともできるっぽいのよ。他に注文しなくてももらうことできるっぽいけど、さすがにそんな小じきみたいなことできないから、いや小じきなんだけど、もう他にも買うけどさ、まああと1個じゃ足んないっていうのもあるんだけど、量的に。うん。あれらしいですよ、皆さん。今ね、ケンタッキーの無料でダウンロードできるスマホのアプリがあるんですけど、全部一切お金かかんない無料っすよ。それを、ダウンロードしてない方はダウンロードとかインストールして、で、それで、その中の無料で、全部無料なんですけど、そのクーポンっていうのがあるんですけど、クーポンってとこに、オリジナルチキンワンピースなど無料で食べれますよ。9月6日から9日まで、1人1回。で、ワンピース多分ね、200円ぐらいするのかな、ちょっといくらかわかんないけど、多分200円前後ぐらいすると思うんだけど、それがなんと1個無料。しかも他のもの頼まなくても多分これ頼めるっぽい。だケンタッキーって、そのアプリの割引のやつ、クーポンだけ見せれば、なんと他に何も買わなくても0円でそのワンピースのオリジナルチキンがもらえるっぽいっすよ。1人1回まで。9月6日から9日まで。3日間限定で。うん。そう。うん。ダメさん、こじき根性がある方はね、ぜひぜひ。どうしよう、行こうかな。行くか。行きますか。オリジナルチキン。もらいに。もらいに行こうかな。いや、謝罪はやんないと思うけど。謝罪は、もう理由を説明するのめんどいからあれだけど。謝罪はやんないと思うんだけど。うん、どうしよう。いろんな店舗でもらえる。いや、無理でしょ。1店舗1個もらえるわけじゃないと思う。これ多分アプリで管理されて、多分端末で管理されてると思うから、多分違う端末だったらいけると思うんだけど、端末を多分2個3個持ってる人は、多分、まあぶっちゃけいけると思うのよ。その端末分。でも多分これ端末管理で紐付けされてると思うんで、多分一つの端末でもらったやつはもう無理だと思う。うん。で、この端末でそのクーポン使っちゃったら多分この端末ではもうできなくなると思う、おそらく。さすがにね、アプリをアンインストールしてもう一回インストールしたらもらえるってことはないと思うんで。そう、アプリ取ればいいだけですね。うん。うん。どうしようかな。歩いて3分とか来てくるわ。そうだね。これだよね。このケンタッキーのアプリ。このケンタッキーのアプリを、まあインストールして全部無料なんでね。で、ここのクーポン、インストールするとこういう感じで出てくるんですけど、開くとね。で、ここの下のところにクーポンってあるんですよ。ここにクーポンってあるんですが、これをタップして、で、そうすると一番目に出てきます、ほら。オリジナルチキンワンピース無料お試し券ということでね。1回のみ有効、9月6日から9日まで。で、多分これのみ使うこともできる。で、他に何も買わなくても、多分これだけ使うことができると思うんですよ。あ、使用条件って書いてある。あ、やっぱり。で、ちなみにこれ使わないように気をつけてください。なんかこのクーポンを取得するっていうのを押しちゃうと、これ1時間以内に使わないともうダメになっちゃうらしいんで。これはお会計の時、そう。これ、
お会計っていうか、その、もらうときにこれを取得するを押さないと、もう使えなくなっちゃうんで。まあ、要するに不正防止のためにそういうような機能にしてるんでしょうけど。ああ。ケンタに行く前にここ押しちゃうと無効になっちゃうんで。行くかなぁ。どうしようか、行くか。行きますか。あれさ、右下ナイスで押してってくださいね。お願いします。もうナイスナイス言い続けて疲れてきちゃった、ほんと。でも行くってことは配信やめるってことだからね、言っとくけどみんな。謝罪とかしないから。取得は押しても大丈夫。いや、だから、取得をしてから1時間以内に使わないとダメみたいですよ。多分。髪の毛乾かしてケンタッキー行くか。行きますかね。行くか。配信終わるか。じゃあ髪の毛乾かすだけ乾かして。昨日取得をしたけど、そうはなってない。もう一回クーポンを使うか、挟まれるってどういうことだよ。まあ、ケンタッキーこの前行ったばっかっすけどね。2000番の いやーめんどくせえないか。まあでも月見マックじゃない、月見のやつ美味しかったしな。ついでにあれも買うかな。おはようございます。マックは多分明日からじゃない、月見バーガーは確か8日からって言ってた気がする。明日から多分月見バーガーが始まると思います。ナイスはね、正直疲れちゃいました。はい、野菜くん NG。 もう今年中はもうかい、あの、解放しないんで。はあ。
よし、じゃあ行くか。配信切ることになるけど、ケンタッキー。ナイス、47か。ナイス、増えないな。ナイスなんて早く解放されたい。もう10日だけやってもうやめたい。ほんとこんなの。とりあえずもう1万5000だけ取ってさ、もうやめようこれ。こんなもん疲れた。こんなナイスにとらわれるな。疲れちゃいました。運転気をつけてと思う。毎日同じで増えるわけない。みんな同じことしかやってないっすよ。みんな大体人の悪口言ってるか、ナイスくれくれ言ってるかじゃないですか。それでも上位の人は上位っすから。関係ないからね、マジで。行くかな。行くか。行きますかね。行きますか。はあ、リポビタンは1日に1個飲む。俺リポビタン昨日1日で4本ぐらい飲んだからね。でも大丈夫だよって。俺子供の頃1日でリポビタン7本ぐらい飲んだけど大丈夫だった、うん、普通に小学生低学年ぐらいか保育園ぐらいの頃リポビタンを1日7本ぐらい飲んだけど全然何ともなかったからな。レッドブルって飲みすぎてやばいらしいよ、ね。リポビタンでも飲んでから行くか。ナイス48。よし。ナイス、こちらです。ありがとうございます。もう疲れた。毎日外出るだけで通報されるとかある意味有名人だ。てかやばくない？俺ぐらいだと思うよ。だってさ、あんな誰でもさ入っていいような公園みたいなとこなのよ。
あの保健センターってアスレチックとかもあるし、誰もが入っていいようベンチとかもあるしさ、一応そこの敷地内みたいなとこなんだ。公園とかで電話入るってやばくない？あと前川とかでもすげえ電話来て警察来たけどさ、外いるだけで電話来るってやばくないですかね。川とかもあのね、あの河川敷法っていうのかな、長瀞の川って別に火焚いてバーベキューしてもいい場所なんだけど、それ禁止されてないの。それなのに普通になんかただバーベキューしてるっていうんで、なんか警察呼ばれたりとか火使ってるとかつって、別に法的にも何も問題ないの、禁止もされてないのに、なのに一応警察って一回呼ばれたらさ、来なきゃいけないとかあるじゃん。でそれでなんか呼ばれたりとかさ、そんなんされるの俺ぐらいじゃない本当に。あとさ、姉妹にはさ、もうやばいよ。なんか別に普通にさ、車の中に車検証とか入れてんのにさ、なんか車検証入れてないみたいな通報されて、で、それでなんか、あの、警察来たりとか、で、別に普通に車の中車検証入れてんだけどさ、普段から入れてるんだけど、それは。別に普通に入れてんのに、なんか勝手になんか入れてないっていう妄想で通報されて、車検証なんか、あ、入れてないって通報があって、見せて、車検証ありますか見せてくださいって言われて、別に車の中から出してさ、車。あの警察帰って、そこまでやらないのって俺ぐらいだと思うんだよね、マジで。別に他の人のさ、ふわっちの配信なんかそんなまじまじ見ないけどさ、だここまでやられてるのって俺ぐらいだと思うんだよね、多分。他ここまでやられないでしょ。ほんと、気違いが多いんだよ、ほんとにマジで。俺のアンチって。ここまでやられるやつって多分俺見たことないぜ。まあ、他のやつらあんま見ないけどさ。多分ここまでやられてるの俺だと、俺ぐらいだと思ってるんだけど。もちろん道でいて電話されとかは全然あると思うんだけど。ここまでのイチャモンでさ、通報するので多分俺ぐらいじゃない？俺ぐらい、通報されるの俺ぐらいじゃない？結構やばいでしょ。あの手この手でとりあえずもうなんか警察とかさ、そういうの呼ぼうとするからね。学校の敷地で払う。だから学校の敷地じゃねえからね。いい加減しつこいよ、あんたも。ケンタッキー行くかな。よし、じゃあちょっと靴下履いてケンタッキーか、あとハニーの方が、よいしょ。またケンタか。いや、なんかワンピース無料なんで。まあ、3日間限定でね。まあ、それはちょっともらいに行こうかなと思って。まあ、他のもんも買うけどね、それだけもらうだけじゃない。さすがに恥ずかしいし、あとそれだけでお腹いっぱいになんないし。さあ、皆さん、右下ナイスをしてない方押してください。すごい部屋。そう。さあ皆さん、右下ナイス押してってください。お願いします。おなしゃす。じゃあ、そうだね。
謝罪はしないですね。とりあえずケンタッキー行って、ケンタッキー買ってから車の中でケンタッキー食べる配信多分すると思うんだけどまあ食べるだけなんですけど食べるだけの配信なんですけどまあ多分1時間以内ぐらいにはできると思うんですけど、ただケンタッキーを食べるだけの配信をしたいと思います。まあちょっと謝罪はしませんけどね。ところで皆さんお疲れ様でした。いや、謝罪はだからやりたくない理由も何回も言ってるじゃないか。ということで、じゃあ皆さんお疲れ様でした。お疲れ様です。